キッズホンの動画がたくさん再生されたので、機能と使い方を簡単に説明したいと思います。じゃあ、機能と使い方を説明していきましょう。はい。じゃあ、ホームボタンを押してください。はーい。はい、こんな可愛い。うん、可愛い感じです。ロック画面になります。で、ホームボタンをもう一回押すと、はい。ロックを解除できます。はい。と、これが、ホーム画面になります。はい。はい、で、続いては、設定ボタンを、設定をタップしてください。はい。で設定をタップすると、まあ、こんな感じで、マナーモードだったり音量で画面のデザイン警報で自分の番号管理者設定などができます、はい、でここで画面のデザインをタップしてください。でこれテーマをタップしてください。そうするとこんな感じで、ホーム画面の画像を選ぶことができます、はい、じゃあ好きなものを選んでください。いやこれはい今設定中です。設定中です。で設定ができるとホームボタンでホーム画面に戻りましょう。はい。するとこんな感じで、ホーム画面の画像が変わります。はい。で次はまた設定を押してください。で画面デザインタップで、これでロック画面の設定を変えていきましょう。はい。こうすると、ま、オリジナルアルバムと出ます。でオリジナルをタップしてください。そうするとこんな感じでロック画面の画像がたくさん出てきます。はい。変わりますね。うん。じゃあどれにしますか。じゃあ私は一回さっきのこれしてみます。はい、設定をしてください。でこれで設定ができました。それで右横にあるロックボタンですね、それを押してもう一回ロックボタンを押してください。そうするとはい、ロック画面の設定ができています。はい。はい、じゃあ次はまたロック画面をタップしてください。はい。で次はアルバムをタップしてください。はい。そうすると、撮った写真をロック画面に設定することができます。できます。じゃあ次はご覧ください。はい。はい、設定を押してください。はい。はい、じゃあこれで設定できたんで確認してみましょう。してみましょう。でもう一回こうする。はい、そうすると録画面が撮った写真で設定することができます。はい、じゃあ次は時計をタップしてください。はい。でこうすると、12時間表示、24時間表示と、設定することができます。はい。はい、じゃあ戻ってください。はい。で次は文字の大きさと大きい、普通、小さいで選ぶことができます。じゃあ選んでみましょう。大きいから。じゃあだいぶ大きくなりますね。じゃあ小さいを選んでください。じゃあこんな感じで文字のサイズを変えることができます。じゃあ普通に戻して、はい、OK を押しましょう。 OK。 はい、これで設定することができます。次は明るさをタップしてください。はい。でこれで、まあ、プラスマイナスで、明るさの調整ができます。じゃあ戻ってください。はい。でスクロール、画面をスクロールして、でここでひらがな漢字、うん、タップしてください。はい。でここでひらがなと漢字の設定を変えることができます。はい。とりあえず、画面デザインの設定はこんなもんですかね。はい、そうですね。はい。はい、じゃあ次はこのカメラを
タップするとこんな感じでですね、このマークをタップすると、まあ7つ種類があるんですけど、まあ、やりたいものをタップするとこんな感じでスノーみたいな感じで切り替えます。結構進化してるね。はい、じゃあ取っちゃいましょう。はい、取ります。カメラと切り替えもできるんで動画も撮れますし、まあ、カメラの機能は以上でこんな感じです。アラームを押すとこんな感じです。おお、アラーム追加で、あ、これで目覚ましを設定することができますね。はい。自分が起きたい時間に起きれます。はい、はい、こんな感じかな。こんな感じで終わりたいと思います。こんな使い方があるよっていうのがあったらコメント欄で教えてください。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。